このお酒の お話をするわけですね。酒といえば私の師匠の先年9月の21日に亡くなりました古今亭新書、これはまあ酒のために生まれて酒で死んだような人で、とにかく酒の強いっていうのはもう新書の右に出る人がいなかった。噺家の酒豪番付こしらえました。みんな集まった人がうっととナンバーワンは新書なんです、大概もう死体落ちないんです、死ぬまで。いや、お酒ってものはそこまで売り込んじゃうと飲んでなんかしくじってもしくじらないんですな。だから酒はいくらか得なとこがある。ゆんべはどうも飲みすぎちゃってねすっぽかしちゃって君をどうもとこいですんじゃん。これ酒の一徳です。シルコじゃこうはいきません。ゆんべどうもシルコ食いすぎてこれダメなんです。これはお酒で一番いい酒はってえと、飲んでいる人がもちろん自分もいい心持ちになって相手がいればその相手にもいい感じを与える。これはいいお酒でしょ。その証拠に一番相手がいていいお酒っていうのは笑い上戸っていうのがあります。笑って召し上がれば相手だってあれと飲んでると陽気だななんて、これはいいです。笑い上戸。中にはこの逆のやつがある。泣き上戸って、あれどうして泣くんですかな。酒飲む前は何でもないん、酒が入ると泣き出す人が、これアルコールの作用なんですけどもね。もう一杯くれ、泣かなきゃいい。あ、これはまだいい方のお酒で人に危害を加えていませんか。中に一番いけないお酒を酒乱としてあります。なるほど、これは本来お酒を飲んで赤くなるのが当然なんですが、こうした赤くならない。酒が入れば入るほど顔が真っ青になる。で、目が据わってきますな。で、相手の言うことが面白くない。腹立ちっぽいってのはよくありますけど、おいおいおい、よしなよ、杯起きなってんだよお前の酒はいい酒じゃねえな、そうだろ。で、俺はあんまりいける口じゃねえんだぜ。え、付き合ってくれって上がった料理屋差し向けのおめえがさっきからなんかブツ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 言ってんね。目が座ってどうしたの。なんか面白くないことあんの。何が面白くないんだよ。面白くねえ。で、言っちゃってごらんよ。何が面白くねえんだ。言っちゃえば胸がツッとするよ。え、お前酒がまずくて怒ってんのか。え、酒はうめえ。魚は結構。言うとお姉ちゃん言うとこある。このうちの女中だ。そうじゃねえか。えよ、お調子一本持ってきたって親方お酌って。おめえがそれ言ってもらいたかったらおめえがそんな面をするなってんの。この姉さんだって愛嬌の一つだ。お酌ぐらいはしてんだけど、おめえが目が座って真っ青になってブツブツ言ってるから怖がってこねえんだよ。悪かったな。もっと面白くねえことあんだ。隣座敷ギーシャが引いてやん。おめえそれが言いたくてさっきからムズムズしてたんだろ。しょうのねえ酒だな、おめえの酒はな。いや、しょうがねえ。いや、芸者でいいよ。え、芸者呼びねえ。
呼んでいいのか。呼ぶじゃん。呼ぶよ。何をしてんだよ。手叩いてんだよ。ぶつからんだよ。ぶつかった。ぶつかった。へい。はい、お呼びになりましたか。何返事をするね、バカ。お呼びになったからお聞こえになったんだろう。聞こえましたから参りましたんです。負けねえな、おめえも。芸者頼むわ。芸者分けがいけないよ。年もいいね。86ってのはダメだ。お袋と飲むんじゃねえの。28から31にってと。なお、おぺんぺんが達者で酒がいけて面白い。祝儀を欲しがらない。ふんしのいいとこ引っ張ってこい。かしこまりました。かしこまって寝て立ったらどうだ。おいおい、よせってんだよ、じゃあ本当に。おい姉さん、勘弁してくれよ。この野郎ね、飲まなきゃ猫みたいにおとなしいんだが、酒が冷えるとこの手たらくだ。勘弁してくんな。あっ、ちょっとこっちで。いえ、あのな、これは少ねえんだ。俺の心持ちだな。おめえたちでパラパラだ。わずかだけど取ってきね。なだ、こいつはな、板前の方へやってってくれ。すまねえ、ご苦労さん。こういうあんべえだ。早めくで持ってきてくれ。ご苦労さん、頼んだぜ。バカ、女からかってどこが面白いんだよ。かわいそうじゃねえか。立て下ついてるまごまごしてえな。いっちゃんで、あんちはバカだよ。おめえのよっぽどバカだよ。いらっしゃいまし。ご機嫌よろしゅうございます。本当にお久しぶりなんですよ。近頃はまあとんとお見限りで嫌じゃありませんか。いいえ、いつやお見かかったきりじゃありません。いけませんですよ。お見限りもいいとこお浮気がすってん。いえ、伺ったんですよ。ダメですよ、お隠しになっても。とんとお見えがないわけが分かっております。お出先が変わったんでございましょう。何ですか、南の方へお出かけだそうで。品川へ。ああ、な、品川たりが、おいどんが品川、そぎゃんとかいかん。お隠しになってもダメですよ。白状なさいましよ。お友達がみんな喋ったんですから。お友達の鶴見さんと川崎さんと鎌田さんが鶴見、川崎、鎌田三味が言うたかこれは小戦やりきれんな。くだらないことばっかりおっしゃる。はい、なんでございましょう。隣が騒がし。あい、すいません。 いえ、職人衆が召し上がってんですけども、お声がお耳障りでご勘弁願います。本当にお久しぶり。一つ揉んでいただきましょうか。は、 いえ、剣を参りましょうか。剣、剣、熊本県か鹿児島県か。あら、県ご存じないんですの。金、金、あ、待ち、いや、いや、おいどんが国表にも県があった。終わりになる。伺いたいわね。なんという県で。モズのくつばす中県じゃ。あんまり聞いたことないわね。伺いましょう。あ、おはん聞きたいちゅうか。うん、おいやちゃ、もうそっとそば入れ。お前も聞きたいか。おはんも。うぞ、うっ、やははは。いや、おいやちゃ、ことごくとく聞きたいちゅう、もうそっとそば入れ。いやはは、行くぞ、行くか。モズのくつばす、ええな。させよ。
からかさもずの靴バス三郎病院のなぎなたちゃっちりわっちり鍋の炭かきやたぬきゃの腹包みやポコポンのポンなんだよ聞いたかおえよくだらねえ歌歌ってタヌキャだってポコバッ大きな声をするなよ向こう様に聞こえるよ大きな声をするなってしないよしなきゃいいんだろこんちよこの野郎もてめえ承知してやってやるんちゃだからよてめえもなんか負け抜きに歌えばいいじゃねえか出ねえ出ないよあんなくだらねえやとってやんでまぬけめえおいえお今日でこしとら江戸っ子にはねえはうたこうたどどいつわうだだいついい文句があんなねえよ聞きてってんのかよし聞かしてやろうこういうどどいって知ってるか知らないお方に3円もらいっての変などどいって知ってんねおめえ知らねえお方に3円もらい、うん、これが5円になればよいってんのなんでおめえな欲張ってんじゃん欲張ってんの5円もらってその場で死んでこれじゃ無縁になるだろうってんだなんで続きもんかい気に入らねえのか裏の窓からこんにゃく投げてこんにゃこいとの謎かしらってんだよどうでもいいがずっとしねえなよえどどいつってのおめえ浄化ってくれなんだな色っぽく願いてやそうだろ金の中でもいらない金は金がね気金に明けの金とな今日でおめえ色っぽいどどいって知ってんだからさおめえだって少しは下っ腹にぐっと力の入ったどどいってやるや腹に力の入ったのやってやるじゃん実に器用ないざりのおならってなどはあ砂と砂利とを吹き分けるってね料理がまずいやまぬけめえよせえほんとにはあいや隣座敷聞いたかなかなか負けんじゃないかおいども負けんぞしからばおいども一つ18番行こう18番18番なんでございます12ヶ月ってのはどうじゃ12ヶ月まあ面白そう伺いましたあのお三味線バッ三味線が三味線はいらん行くぞ12ヶ月行こうお正月町飾り2月初まで帝国林が天敵店3月は品祭り4月はお釈迦様5月はイカのぼり6月は天皇様
また始まりやって。なんだやらお、えお。お正月が、お釈迦様が、違ってるよ、おめえな。苦しいが、マシカザリーズ。千が一が、ケンテケテン。おめえな、みんな違ってるわ。違ってないやつだ。言うと、危ねえ。危ねえな、おい。立ち上がって、どこ、え、なに、うん。隣座敷行く、おい。めったなこと行かねえほうがいい。よしてくれ。え、よしね。相手が悪い。なんでも、相手は元リャンコ。ねえよ。リャンコ？リャンコも観光もあるけど違う。いいんだ。いいってやね。話してくれ。酔った勢い。隣座敷が、からかみが細めに空いてますから、覗こうとはしたんでしょうが、もう、ぐらついちゃって腰から下がもう、ぐずぐずですから。覗こうとした途端にからかみごと部屋の中へ。どうすや、勘弁してくんねえ。あしはね、酔ってるもんですから、どうも、ご勘弁なんす。その方は何もか。人間もんでござんす。人間は分かっておる。いや、足りに断っておいどんが部屋へ乱入いたしたかい。誰にも断らないよ。だからごめんねと謝ってんじゃねえかんちゃ。分からねえのか、こんな野郎。ちょっと伺いますがね、タヌキャってのおめかお、ポコポタてめか、黙れこら。その子は旅を取るが、不便かければいい気になって体勢を発して、黙らんとあらば、その手は見せんぞ。もう持ちやがったな、ひとくり包丁切るってのか、切れんのか、切ってもらうじゃん。こっから来るか、こっちから来るか、切れるもんな、切ってもらう。なんで芸者うぜえ、こんとこうぜえ、こんなこ、切れるもんな、切ってくれ。えお、ピッ、中身は竹光だろうと。竹光、勘弁なら、それ直れ。えらい騒ぎ。これ見ていられないから、芸者衆。はしご団の上がり口。誰か来てーと金切り声で叫んだ。下で料理番が、たらもどきという料理。前に器を並べて、一生懸命その上から、胡椒の粉を振っているところへ、誰か来てーって声ですから、胡椒の粉を持ったまんま。しょうがねえな、こう忙しい時なんかおっぱじまっちゃっちゃうな、ほんとにまあ。危ねえ、旦那さん、きれいからその抜いて、まんま、お納めください。危ない。危ねえって言うて、いや、へえ、だめ。お腹立ちはごもってもらえる。分かって、分かって、親方、だからお顔は立てます。お待ちく、親方、まあお待ちくだらい。親方、お前酒のくせよくねえんだよ。まあ待ってないよ。お前たちまで大勢揃ってて、どうしたんです。よし
し、なん、まあ、お互いに、こいつが何、まあ、ハッシー、私たちが後で力いるじゃありませんか。ハッシー、おい、2階の喧嘩収まったかい。何、故障が入った。理学回ると見え回るたちな。何を言ってんだよ。立ち回りって立ってぐるぐる回りやすがあるか。なんだ立ち回りてえな。早く言わ喧嘩だ。喧嘩だ。おま知り合いどうら喧嘩なるまきねえ。俺やるべ。いい手だれた相手はな、ほら提灯屋のブライモンさんだ。あの野郎のか、俺出やがったら殴るべ。殴っちゃいけませんよ。証言だよ。何一つぐらいよかんべ。よかねえよ。二つ三つ立ち回りをする程度ブライモンさんがお前に当てみ食わせる。その後おめえが、食うんだ。いや、ごちそうさんありがとう。なんだごちそうさん当てんの。当てみていいからなんか食いもんだ。冗談言っちゃいけないよ。原稿起こしないとお前に横っ腹つくんだよ。要するに命がきだよこりゃ。うるせえな。出したり引っ込ましたり。作ったって本当にやるんじゃないよ。原稿出すだろ。出した間が 2,3 着離れてて原稿を出すから、その原稿を見ておめえがしっくりけえじゃいいんだ。ああ、すると俺は原稿転換か。原稿転換っていうのがあるかい。しまっとけ。もらってくべ。それからどうやるかな。え、それからどうやるか。お前が目回してひっくるかい。お前の体を縛る。ああ、なんで縛るんだ。縄で縛るんだ。要するに長月きれいだ。目まぐるしいな。出したり引っ込ましたり。これね、縛るったって本当に縛るんじゃないよ。狂言だ。前からミット縛られてるよ。でもお前がこうやって後ろで縄を押さえてる。だから手はこういくらでも自由に動くんだ。ああ、じゃあ目からミット俺は縛られてるよ。でも後ろでこうやって収めてるだな。俺らの手は異国だな。うそい。そうけ。そんならやるべ。それからどうやるだ。お前をすっかり縛り上げる程度カツオ入れるな。ああ、カツオ食わせっか。食わせやしねえや。カツオ入れる。気がついたという思い出をする。さあ、何者に頼まれたまっすぐに吐くじゃわしら。いい柱の覚えはねえ。覚えなくばこうしてと銅座が刀を最後と抜いてお前の縛ったり突っ込んでこじり上がり真似をする。そこでお前が痛いという思い出を見せて、こうなったら何もかも言ってしまう。近江の子どうだ、成家様に頼まれた。これでいい。ここまで言わなくてもいいんだよ。近江の子供だぐらい来る程度後ろの闇に忍んでいる近江の子供だ。こいつをしゃべられちゃ一大事だから、近江の子供だと来る程度長いのをスラッと引き抜いてお前の首はスパーリ切る。お前の首は前へ転がる。お、俺よすべ。高子かねえもんだおめえがな。こんなもんじゃなくなってみなせ。明日から俺歩くん見当がつかねえからな。俺よすべ。しょうがねえな。なんて言ったらわかるんだな。切る真似だよ。真似するからお前が後ろひっくり返りゃいいんだな。途端に張り子の首は前へ転がる。お前の首なんて切りゃしねえ。心配すんな。ああ、じゃあ切る間にするたってぷっくり切るか。ああ、針子の首が転がるたって、ああ、俺は首くっついてるだな。じゃあ、俺やるべ。それからどうやるか。それからどうやるったってお前首切られちまったんだからな。もういいんだい。おしまいだい。え、おしまいだよ。俺首切られっぱなしでおしめえか。そうや。あれ、首切られっぱなしでおしめえねんっていうのは心悪いな。どうでいい。もう一遍横から出してもらべか。なんだって今首嫌いとようなりと誠のゴンスケこれにあり。冗談言っちゃいけない。じゃあ頼むよ。よがす。ゴンスケすっかり受け合いまし、これから顔をしてもらいまし、衣装をつけてもらいます。気が直って幕が開きますてと舞台は一円の作屋内、上手には宝蔵があろうとやしこで。おい、幕が開いた。え、開いたよ。開いたって随分待たせやったぜ。怒っちゃいけないよ。相手がヒロロとはだよね。ぐずぐず言うことはないよ。で、何かい吠えてるのは誰。え、伊勢屋の方だんの。一つ出たら褒めようじゃん。え、いや、まだ出ませんよ。怒っちゃいけないよね。不安いんだ素人お芝居はね。幕開けて役者が出ねえってんだから。まだ出ねえや。長えなと。え、どうなっていいのかい。じゃあどうなるじゃん。おい、幕開いたが役者出ねえか。役者出ろい。おいおい、へへじゃないよ。ケメさんなんか言ってるぜ。役者出ろって。ゴンスケが刀がくれ、なんだでこう切り破って出るとこなんだが、どこ行ったい。ゴンスケは、刀を刺してここにいた。どこ行った。え、知らない。知らなくちゃいけませんよ。いいよいいよ、私はこっちを探すよ。お前さんそっちを探してくれ。手数のかかるやつだよな。ゴンスケ、ゴンスケ、おい、どこにいんだ。せっちんだ。バカ、なんだって幕が開いたのに蝶唾入るんだ。俺を冷えるつもりはなかったに、幕が開く途端に出たくなっちまってな。ああ我慢しててべえと思ったが、家にこら腹下ってるから、もしも舞台でやっちゃ冗談言っちゃいけねえな。やられてたまるかよ。出るんだよ。なんだ出るんだ。出るってどっからだ。どっからじゃねえや。
刀突っ込んでぐるっと回しやに壁が取れるようになってるんだよ。あそうげ、俺胃がね、俺刀の設置忘れたい、しょうがねえなと。じゃあいいや、こいつを貸すからほら出るんだ。突き飛ばされた。不意を食らいましてよろよろってんでよろよろってと壁にダーンとぶつかった。これは元より抜ける思考にできてますから、重い体がぶつかったんだからたまらない。壁がブカッと抜けた。途端にゴースケが壁と一緒に前へ来られてる。出ましたよ、変な出方しやったなと。転がりディア、これ痛いんだ、向こうでなぜディア。これが伊勢屋の若旦那がい変わるもんだね。よよ待ってました、よ日本一天蔵さん、よ女殺し、人殺し、どうも穏やかでにいいことかけやがったな。俺はいつ人殺した。俺は正直と言われるゴースケだ。なんだよゴースケだよ、どう変だと思ったらえばってやろ。よよゴースケしっかりやれ、ゴンスケ、ゴンボゴンボヤヤとおつけるぞ。なんだこの野郎、ゴンボヤヤとおつける、オラは猿と間違いやがってたな、バカ野郎。今オラのやることを見て歯たばぎるな。ありがたや、かたしきなや、まんまと、難しい字書きやがったこら。これ俺は二読めねえよ、これ困ったね、こりゃ。まんま、まんま泣いてますよ、ゴンスケ。まんまどうしたい、まんま泣いてやら。え、よろえ、まんま壊したか。なんだこの野郎、いつ俺はまんま壊した。ほらここのうちにて生きて、なんだ給金取ってな、この方いっぺんも飯なんては壊したことはねえぞ。飯の炊き方というものはあれは難しいもんだ。はじめちょろちょろ中パッパじわじわときにしようしいて、赤子なくとも蓋取るな。何を言ってんだよバカだな、お前は。セルフを忘れて飯の講釈言うやつがあるか。まんまと宝蔵へ忍び込み、まんまと宝蔵へつっぴやりつっぴり。奪い取ったるいずり派の御鏡、奪い取ったる派泉そのなめ物、泉そのなめ物だってや、やあやあ泉のなめ物、金山寺や。この野郎さっきからほら仕上がし上がって誰だと思ったら民の野郎だな。ちょくりちょくろくり出るよ、喧嘩組んで。ゴンスケ真っ赤になった、怒ってやん。そのうちに後ろから出ましたのが銅座というわけで、この人は長身屋のブライモンって人でね、もう十分に芝居心のある人ですから、ゴンスケの刀のこじりを持ってトントントンと三つ下がろうてんだが、ゴンスケなかなか強情で下がらない。しょうがないから無に出発した。くせ者待った、こよいよ周りに三つ下がら、胸に一物ありやけの月の光で見ととった、お主が持ったそのものちっとこっちでいるようだ。キリキリはいて消えてなくなれ。バカ野郎、我はどうしてそういう無理なことを言うて。何が消えてなくなるか、バケモンじゃんめし、武器消えてなくなるて。何言ってん、何をこしゃくな、何をこしゃくなと。そこを冷めやと何がこしゃくなて。やったなこれ、これしょうがねえな、忘れちまってやろ。ダメだよ、忘れちゃ、何忘れちゃいけねえ、なんだ忘れちゃいけねえって、忘れちゃん、立ち回りだよ、なんだ立ち回りで、立ち回りてぃな、なんだ喧嘩だなこの野郎。喧嘩なれば俺は我には負けねえぞ。そこ話せ、そこを冷めててな、俺体はままなんに、この野郎しっぽり本当にここに野郎、よし話さねえばこの野郎はっきり消えてくれ。プチバッ、何をしやんで、うん、こっちしよう、本当に殴るやつがあるけバカ。おい舞台ご覧よ、舞台よ、これこの方がいいよ、これ喧嘩してやる、これは面白いや。やあやあゴンスケだいぶ強いぞ、一番相撲取り、なんだ相撲取れてんだ、相撲か、はあ、面白い、相撲なら負けねえ、さあこうバカやろ、相撲取る気になってやる。さあ原稿出した、原稿出した、目回すんだよ、目を、お前の目回すんじゃない、ひっくり返るんだよ。あそこでひっくり返るから、ひっくり返った、よし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 、後ろに手回して、後ろに手回して、いいか、縄押さえてろ。大丈夫だ、あ縛られるや、え縛られました。やいやいゴンスケ、まぬけ、縛られたな。なんだ縛られた、バカこけ、うのらな、何にもわからねえやぞ。目から見りゃ縛られてるようだがな、これは本当に縛られてるじゃねえ、俺はこれ後ろで生収めてるで。なんだ嘘だって、バカこけ、俺は嘘つかねえやぞ、本当だな。何疑ってやがら、疑うんなら見せべえかな、なあれこれ見せべえとも、それとだよこんなふうに。どうだもう一つ見せべえかい、そうってことや。両方見せべえかい、どうだよ、言ったからあったよ、踊ってやがら。しばれしばれ、前にぶたれんとしますから悔しい、ギリ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 踏んじまっちまう。
でこじり上げると言っても本当にやるんじゃありませんが、前にぶたれてて悔しいから本当に縛ったから一体突っ込んといて、さ何者に頼まれた、まっすぐに白状をしろい、50円もらって番頭さんに頼まれた。